残念ながらドラコにプライベートはないです。下北とかって来ることあんの？いや、ほとんどなくて、多分ゼロさんとかの方が多分詳しいかなと思って。あ、そう、最近俺とキョウちゃんね、下北でご飯食べたりもしてるし、だから服とか場所知ってるわけ、来たかったの。あ、これもう全然この通りだよ。そう、なんか適当にいい店あれば全然見てもらえれば。え、でもレアなんじゃない？オフドラコなかなか、本当の 100% オフは、まあ、あんま友人とかにも見せないこれワンチャン YouTube 行きでワンチャンこれ YouTube 行きでいきましょう。そう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 、街ブラみたいな。そう、たまにはね、あのドラコファンにそういう姿も見せてあげないと。はい、皆さん期待してるんで、そういうのね。なんかやんないとダメじゃんみたいな、はい、なんかね、そこにちょっとアメリカンみたいな感じの。そう、まあこことかも結構、僕多分中高生でこういうの好きだって、うん、そう今も着て、今もなんかそういうの着てそうなイメージ。着てないよえ普通になんかサングラスいいなと思って見てるみたいな。そうだな。あ、僕が？そう。あ、なるほど。あ、いいんじゃない？あ、似合ってる。本当ですか？うん。今日、ジョーさんがサングラスしてるからいいなと思って。そう。ピットブルサングラスね。これ、キョウちゃんからもらったやつの。いや、そうなんですか？そう。これ、いくらなんですか？これ、いくらするの？これ、3万。3万ぐらいするらしい。おう、やめろやめろやめろ。あ、でも、まあ、海外セレブっぽい。ありだね。いや、絶対うさんくさい。うさんくさいから。じゃあ、ほんとほんと、海外セレブっぽい。自分で見てみ。臭いな。あの海外のなんか三流韓国セレブもう2軒隣ぐらいがちょっと、まあ最近よくあるんだけど、まあよくあるとか、あの無人の販売所がある。あ、さっき言ってたやつ。そう、その下北ブラザーズってとこ。ああ、ここ。そうそうそう。あ、若干店員さん。え、ドラコってさ、テーマカラーは何なの？中学から黒と白なんですよ。おぉ、なんかちょっと逆に選んでほしいなって。これに選ばせると紫にしかならないけど、大丈夫？ちょっと役かも。全身紫だよ。こういうのに赤もあるの。あ、いいじゃん。ね、かわいいよね。それはいいやつ。それは僕の目に間違いないかも。まあ、あるっちゃあるだろ。意外とあるよ。うん、なんか男の場合、押したさ、パンツどうしてない？なんかサルエルとか履いてるじゃん。いや、ノーパンじゃない？え？ノーパン？バカじゃない？絶対ちょっと出るじゃん。形が。いや、立派だ。絶対、いいけどやってる。絶対カットしちゃう。リバウンド。何がご立派だよ。バカじゃない。いや、やっぱファンはね、期待してるかもからね。何をしたよ。ああ。ねえよ。だから、この後5万いこうかなって思ってるんですよ。ああ、腹減った？そうそうそう、まだ朝起きてってかできないんだけど、まだ何も食べてないから。え、下北でおすすめ？おすすめだよ、よく行ってるとか。あ、あるよ、ハンバーガー屋さんあるけど行く？まあでもなんか普通に美味しい。ちょっとね、和テイストのハンバーガー屋さん。そうで、夜はあの俺の知り合いがバーでやってて、で昼間曲がりでやってる人のところ、めっちゃ美味しいよ。でもあれは普通の、まあメニュー的には普通にしかないけど。まあ、そう、なんかバーガーワン種類みたいな感じだけど。いや、せっかくだから、あれですよ、ちょっとこの後、まあ、アンコール OK 出れば撮る？まあわかんない、ちょっと動画撮れるかどうか、まあ一回聞いてみて。うん。似合う、それ。可愛い。うん。それは何色？黄色。黄色。したら3000円。
前使ってた財布どうしよう。盗まれたっつってんだろ。怒ってる怒ってる。まとめて。とりあえずじゃあご飯行く？飯食い行きましょう。あれ？ラーメンもいいと思うけど。あーラーメンね。ラーメンもあり。何？ラーメンでお腹を満たしてからハンバーガーでさらに満たす。かわちい。かわいい。カフェなの？犬カフェ。ドッグカフェで大食い企画。おうおう。犬たちがびっくり。犬たちがびっくりする。あれ僕昔犬飼った時に目の前で2リッターのペットボトルの水をこうやったって全部飲んだら、うん、犬ドン引きしてます。そりゃそうでしょ。なんか5分ぐらい近づいてくんなくなっちゃって。犬とかもなんか大食いとか大飲みの概念あるんだと。いやちなみに犬も感情あるからね。本当これ傍から見たら僕が登録したなんか250人ぐらいのクソ底辺 YouTuber の撮影みたいな。違うの？違うの？俺そうだと思ってた。300人記念でしょこれ。あ違うの？300人記念はクソ。なんかさ、せっかくだったらさ、普通にさ、はい、まあ普通に飯食いに行くんだけどさ、なんかさ、面白いことしたいよね。なんか、店主びっくりみたいな。あー、なんかそのメニューをなんか、黙々となんか何皿も積み重ねるみたいな。それ面白くない。じゃあなんかドラコが大食いやってるって言わないで、うん、なんか普通にまあ僕の友達でみたいな、うん、でなんかちょっとまあ彼今 YouTube 頑張ってて、大変 YouTuber、 そうそうその手その手。てかね、なんかね他のお客さんの反応もみたい。あ周りのね、そう一般のお客さん、そう、あもしいたらね、うん、まあでも昼時だから、ね、多分いるかもわかんないけど、また許可もらえればリアクション取れるかもしれない。そうだよね、うん、しあここ着きました。そう、ここのこのビッグマウス、あ違うそっちじゃない。こっち腕っぷしってやつ、これそうそっち、オープンしたばっかりなんだよね。ブバーガースタンド、腕っぷし、うん、今ブっつったブーガースタンドじゃないよ、バーガースタンドやで。英語できるはずなんだけど、ね、ちょっと一回取れるかどうか、そう許可取りに行くわ。お願いします。あすいません、あ、おやす、ちょ僕友達連れてきたんですけど、はい、友達がめっちゃ底辺 YouTuber で、はい、でちょっと撮影の許可っていけます？うちは基本的には受けてないから。あ本当ですか、はい、ちょっと友達よしみで、ぜひ、はい、あ店主さん顔出しは顔出ししなければいいですか、はい、モザイクとかで。ちょっとじゃあ、マスターの顔出しなしで、あの目の時に黒い線かけてくんで、まあ、犯罪者みたいな。嘘嘘。人に見せられる顔じゃない。わかりました。わかりました、ね。じゃあ一応今、うん、店主さんの、うん、許可一応顔出ししなければってこともらったんで、じゃあカメラ切り替えますね。はい、せっかく僕も今持ってるんで。あ本当ですか。はい。ありがとうございます。はい。ちょっとこれメニューになるんですけど、はい、はい、一応今メニューハンバーガーぐらいしかないんですけど、うんうん、これからメニュー増やしていこうかなっていう感じです。めっちゃうまいよハンバーガー。1日にオープンしたばっかり。うんうん、あ食べたことあるの？ただそう、よくゼロさん。でもなんかメニュー増えてないですか？なんか目立つことやりたいなと思って、そうで1ポンド以上のお肉とで300グラム以上のフライのポーク、あとブルーミングオニオンってそのオニオンリングの花開いたみたいなのがある、うん、そうそうそう、あこれか、力士の知り合いがいたりするんですよ。はいはいはい、力士が来たら買わせようかなぐらいの、はい、だってこれ 1.8 リットルでしょ、コーラ。コーラさ、だからボトル1本ですよ。ボトル1本あ、1.5 リットルぐらいだから、もしかしたらこれきっかけで1万人ぐらい1万人ぐらい行くか分かんないから、ちょっと結構やっぱ量あるんですか？いやもうやばいと思うんですよ、僕は食べなかったんですよ、作ってる。基本的には、まあ、最悪お持ち帰りとかも
考えて、まあ、食べれなかった時に、そう、まあ、でも持ち帰ればいいよ、ね、食べれなかったらね、でも僕ね、朝ごはん食べてないです。ああ、うん、じゃあ、まあ、俺頼むよ、じゃあ俺頼む、俺それ食べる。あ、何京さんも食べるの？俺も食べるんですよ、じゃあ分かった、うん、ワンセット、ワンセット。いや、気悪いな。でも持ち帰れるんですよね。じゃあ僕は普通のバーガーでもね、普通のバーガー、オリジナルの、はい、はい、え、ドラゴン行く？行っちゃう？それ、いや、バズれる。え、名前何？ファットバーガー、トゥーファット、トゥーファット悪そうなの。じゃあ、ゼロさん先に。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ、ロスジネンバーガー、美味しそう。写真撮る？めっちゃ、あ、撮る撮る、ノーマル、ノーマルバーガー写真撮る、撮りたい。はい、戻しましょう、じゃあ。おお、すげえ。なんでそれ、バランスが悪い、バランスが悪い、そう、すげえ。で、これが取っていってもらう、すごい、おいしそう。コーラ、それがコーラで、ガチでコーラなんだ。ガチコーラっす。このセットで一番きついのコーラだ。どうぞ。え、それほど言っちゃう？撮る？俺写真撮りたい。いいよ。いや、もう全然食っちゃっていいよ。電車で撮るから。キョウちゃんの顔食ってるみたいな。うん、めっちゃ美味しい。肉汁がえぐい。これあれかな、和牛かな。これ和牛ですか。あれ、これマスター和牛っすよ。和牛、これすごいな、和牛バーガー。食べ応えがすごい。すごいね、和牛かどうか食べてわかるよ、すごい。ね、俺らの味濃ければ何の味かわかんない。あご結果あれあるよ、結果切った、結果釣った、あごが釣ったよ、あごが釣った、いける。あうんうんうん、うまい、やばい、絶対食える、食べれる、うん、いけそう、いける。あ、うまいっすね、これ、うん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 、でもこれさ、肉好きな人からしたらたまんないよね、うん、この量こんなに食うってさ、うん、1枚のバーガーだと1300円、そんなもんか。あ、本当に来た。面白いでいいよ。いや、わかりました、大丈夫です。いいよ、いや、頑張ります。ちょっと見せよう。いただきます。ウェイ、マスター、これめっちゃ美味しい。あります、本当に美味しい。え、もうバーガーそんだけじゃない。やばい、崩壊してる。いや、でも多分バーガーは食べれるんです。あ、ポテトとかそっちがね、オニオンが多分重いんじゃないかなと思って。まあ、 最悪持ち帰りできるんで。そう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 、簡単に。でも僕も6個持ち帰りできます。あ、ナッキーいきます。あ、大丈夫です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 、すいません、いろいろ言うのすごい、もうなんか水がサンドイッチ。うん、すごい、すごいな、なんだ、早いんよ、食うのは。腹減ってんだ。うわ、なんかもうさ、持ってる手が重たいんだけど。うん、これみたいになったのね。バーベキューの串みたいな。うん、うん、これで下げちゃう。サラダもしたるだな。ポテトだな、ポテト。と上何乗ってる、これ
これチェダーチーズとブラックペッパーと あとなんだろう、シーズニングパウダーだ。味付けのパウダーが、味付けだ、フォークだ。確かにフォークですげえ食べやすそう。これフォークあったんだ。あ、そうそう、あ、フォークね、絶対フォークの方が食べやすい。ないんだけどって言ってバーガーより先にポテト行けるか。いろいろ食べながらね。そうそう、持ち帰りか。僕幼馴染みだから分かるんですよ。こいつは食う、いける。食わなかったら僕さっきあのジーンズ買ってもらうから。リアルな味付けで、ね、はいはいはい、うんうん、すごいっすね。作ってる人がすごいっすね、これ。じゃあ俺じゃあバーガーって。まあそりゃそうですよね、結局買えるんで。え、これ例えば、はい、その2人とか3人でシェアしても別に。もちろんもちろん。ああ、ステーキしてくださいって。ああ、じゃあそれだったらね、2、3人で食べる分だったら、うん、ちょうどいいかも。そうっすね、何人かでむしろ食べてもらう、うん、1人だと食べきれないかもしれないし。そうだね、だから別にチャレンジメニューじゃないしね。うん、だから味わって食べてほしいメニューだから。そうっすね、変わるんですよ。はいはいはい、水曜から土曜は12時から8時。ああ、なるほど。うん、500ちょっと、何ぐらいになる。俺はお腹いっぱいになる。いいな、玉ねぎのシャキシャキだし、うん、バーベキューの玉ねぎが一番好きなんだよ。そうなんだ、うん、これ、あ、うん、どないしよう、これ、みたいな顔になってるよ。ブレーニングも、トネーニング、もう、まあ、そうだ、グランドメニューにこれ利用するの、うん、絶対いいですね。はい、もう何段階か改良して、うんうん、もちろん、ね、食べてる時に子供剥がれちゃってる。うん、どうですか、お腹いっぱいになりました。もうちょっと食べれそうかも。え、もうちょっと食べれる。もうちょっと、あ、なんか普通のその1個バーガーとかってこと。いや、このセットをもうちょっと食べれそうかなと思って。せっかくだけど2個お願いしますいいですか。うん、2個わかりました。玉ねぎもあのポテトも2個全部2個です。え、2個って何、2セットだろ。2セットずつお願いします。これを、え、何ファットバーガー4パットです。4ファットになる。4ファットでいこう。マジファットファットファットにファットファットでお願いしますいいですか。お願いします。もうデイさん苦笑いする。さっきよりなんかでかくなってない気のせいか。なんかそんな気がする。1個当たり 10g ぐらい増えてる。きょうちゃんのオニオン食べといたからね。あざーす。ちゃんとね、動画内で言っとかないと、あのきょうちゃんがめっちゃ食ったふうに思われると。確かに、はい、俺はハンバーガーは全部だ。ハンバーガーはね、オニオンは俺が食べた最後。最後っていうか、まあ、もう終わった。お、いけ。おおーい、すげえ。あ、すげえって言ってる中に肉こうやって持ってる。ねえな。シナモン系かナツメグ系が。あ、すごいです。うまい。やっぱ食やってる人はすごいね。おいしい。これあれじゃない？底辺 YouTuber 250人から多分数増えると思う。300人ぐらい。340人ぐらい。完食できたら、ね。完食できたら、ね。じゃあ頑張ろう。確かに。なんかこういう大きいなんかその料理あるところって基本シェアダメとかって多い。確かに。これあれ食べたいっていう、例えば、はい、今回のこの動画見て食べたいです僕もっていう人がいた場合は、前もって事前連絡とかあったり。そうですね、来ていただいた方がお待たせしなくて済む。ああ、なるほどね。このサイズって結構フルオーダーだったりするんです。
あ、なるほど、うん、まあ数に限りがあるよっていう、うん、すいませんさっき出ちゃってとか、あ、なるほどなるほど、そうそう、トラコさんみたいな方いらっしゃって、はい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 、3個って言われて、はい、在庫ないよみたいな、あ、あ、多分、うん、多分そういう店員はなかなかいないと思うんですけど。だからナンが甘いお店はね、あの基本カレーも美味しいんです。やっぱりやっぱこのパンの方が大きいんですよ。はいはいはい。そうするとパンじゃん、パン屋さんだよね。あ、これも使う。あ、うん。存在は。あ、せっかくだから、ね。存在忘れられた。大根。大根おろし。大根おろし。味変。味変。ドラゴの味変チャレンジ。ちょっと辛め。ちょっと辛め。ちょっと。まあ。で。ちょっと気になる。僕ね、大根おろしがうるさい男なんです。あ、本当ですか。はい。いや、でも、結構辛いかも。辛いですけど、辛いです。あー、そんな辛いんだ。じゃあ、俺絶対無理だ。俺辛いんだ。辛いの無理だ。マジで味変。うん。本当に俺辛いんだったら絶対辛い。いや、だから俺、おろしポーズ的な感覚で今。オーマイか。タイロカッチャーです。そう、タイロカッチャーです。しかありませんけど。すごー。うん、まあでも、ね、ちょっとまあフローダでどこでできるんだろうな。あ、探してる感じです。はい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 。なんだっけ、なんかいいともの客かなんかでさ、うん、なんか後ろに映り込んでるめっちゃ怖い女みたいなさ、何だ知らない？っていうことで、あと2個、あと2個、うん、ドロドロでなんかほぼ小麦だって電風って匂い 出始めるとマジで。はい、おお、うん、あ、ありがとうございます。おお、いや、やっぱ美味しそう。あー、うまそうだね。うまそうだな。いや、いいな、うまそうだな。食べる？あ、大丈夫です。食べる？大丈夫。なんか美味しいだろ。美味しいよ。じゃあ美味しいものは腹8分目くらい。そうよ。お、今大食い YouTuber を全否定。それはそうじゃないね。僕は底辺 YouTuber だからいいと。そうだね、底辺 YouTuber だね。他のなんかわかんないけど、何十万人もいる人ですね。何十万人もいる大食い YouTuber から、あ、多分怒ると思う。じゃあ俺ら食ってんのまずいもんだろうかみたいになって。いや、でもあの人らもだって言ったら限界しない。確かに。まあまあまあ。でしょ。だからそれはまだ腹始めるんですよ。だからもうまだね、もっと食って思うで。でもなんか僕面識ないか分かんないですけど、マックス鈴木さんとかはすげえ苦しそうな顔しながら10分目まで食べてます。ああ、10分目それはあれです。あの努力の結晶、うん、それはありってことで。うん、マジで甘い。うん、無駄に高い。もともとどこで売るの？はい、じゃあシャマティン。どうぞ、全然仕込みじゃないよ。仕込みじゃない。
どうもよ、すごい不安になったんだけど今つかみ出したぞあ、そうなんですね。え、見たことあります？あれ本当ですか？すごい勢いで水とかめっちゃ飲むんですか？あ、TikTok とかだね。あ、TikTok、 あ、本当ですか？あ、あの底辺 YouTuber 250人のドラゴンです。え？いやいや、あのこれ偽物です。え？そうそう、そう、困っちゃうね。ちょっと店長が困ったじゃん。どっちだよみたいな。いや、マスターこれ実は、はい、登録者数60万人超えてる大食いの YouTuber さん。60万、はい、250って話した。250人で、その小田さんとかがどういうリアクションするかなっていうのを見たくて。そう、でもすごくないですか、こんだけ。いや、すごいですよ。でも途中からでも、なんとなく、うんうん、こいつ何なんだろうと思ってましたね。あ、今の底辺の人ってこんぐらい来るんだな。YouTube の主人ってすげえな。底辺なのに変わらないんだ。底辺の基準がここになってるんだ。多分このまま底辺貫いてたら、あのマスターの底辺 YouTuber に対するその概念が多分めっちゃハードル上がったと思う。言う意味悪い人間だから言った方が良かった。間違いない、間違いない。 YouTube って厳しいなと思って。いるじゃん。あ、まあ、だけ食べても250人しかいない。いや、あの一応仕込みじゃないから、あの方絶対仕込みじゃないからね。本当に？うん、あの知ってますとか本当に。はい、さっきコンビニで会って打ち合わせしたとかそんなの絶対ないんで。リアルじゃん。この5時ぐらいに来るって言ってたんですよ。あ、なるほど。そうそうそう。4時まで貸し切りって言ってましたね。あー、そうなんですよ。そうそうそう。どれが本当かわかんないよ、もう。もしです。待て、そうそう。まあ、貸し切りだからよかった、よかった。そんな感じに。やばやば。あ、バッテリー切れてなかった、大丈夫だ。おいおい。いや、すごい。いや、どうしたどうした。素晴らしい。はい、お疲れでした。ちょ、お菓子お菓子お菓子。はい、アンタムチャンネルじゃないです。何ジャックしてるんですか。お疲れ様でした。なんかね、もうオフの日を撮るっていうわけのわかんないところからスタートして、結局じゃあ撮影するみたいなことは切ったことは切ってた。なんかドラゴンのオフ撮りたいよね。ああ、そうだから下北ちょっとで遊ぼうよって言って、それで、ね、古着ちょうど買いたいってなんか、まあまあね、インスタでも言ってたから、そう、なんか今までさ、ドラゴンってさ、なんか大食いだけのあれで結構いろんなとこ行ってた。そうだね。そうで、なんかこういう新しいのもなんか面白いかなと思ってやってみて、よければ使ってくださいって感じです。あ、今回そのサジェストしていただいたってことですね。あ、そうですね。すごく、ね、助かりました。いや、なんか良くなければただの食べ損、うん、後でね、確認してみて。そうです、ね、一応動画として成立してるなって思ったら。あ、そうですね。もちろん動画としてね、はい、じゃちょっと前向きに。そうですね、店主さんはね、あの、うん、ノー顔出しなんで、うんうんうん、はい、見せられる。はい、指名手配されてるから。失礼失礼。やめて。お前さ、お前本当口開いてろくなことない。誰が見てんだと思ってる。いや、でもやっぱさ、ドラゴンファンはさ、俺そういうとこ見たいと思うよ。プライベートは部分、ね、うん、そうそう。え、だってさ、じゃなかったらさ、インスタのストーリーとかみんな見ないじゃん。いや、でもさ、どんな人たち一緒にいるのかなと思ってさ、動画開いてみたらさ、ハゲとさ、下ネタしかいないでしょ。もし下ネタ更新長。下ネタ更新長とハゲでしょ。いやー、イメージ下がるなぁ。いやー、逆に上がるんじゃない。ああいう人らも手なずけれるドラマすげえ。動画企画とかいろいろ考えてもらうと思うんで、はい、次の企画もね、一緒にできればと。あれなんだ、あのちょっとびっくりさせてもらったら嬉しいなと思うんで。ああ、なんかちょっと下ネタと高身長下ネタとハゲで考えます。びっくり企画をびっくりさせてください。はい、というわけで、ね、本日もご視聴いただいてありがとうございました。この時間はドラッコとキョウちゃん、はい、高身長下ネタキョウちゃんとゼロです。はい、という、ちょっと異質な3人で送りいたしました。ありがとうございます、はい、またバーガー美味しかったんで食べに行ってください、ね、よろしくお願いします。じゃあまたお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。あったかくしてみろよ。僕から以上。
暖かくして寝ろよ。開始間もなく開始まであと何分って待っても始まらないから、なんでこんなに楽しみに待っても始まらないならお風呂に入ろう。ちょっとやめてくれ。手が出かかったけど大丈夫。やめとくか。インディングが長くなるから。